あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない。それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて、世界を作らせればいいと。一番目アリスは勇ましく、剣も片手に不思議な国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。そんなアリスは森の奥、罪人のように閉じ込められて、森にできた道やいに彼女のせいを知るすべはなし。二番目アリスはおとなしく、あたおたおって不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂って世界を踏み出した。そんなアリスはバラの花、惹かれてあそこに打ち枯らされて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。三番目アイスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の女王、いびつな夢に取り憑かれて、くじむ体に怯えながら国の頂点に君臨する。森の奥道を辿ったり、バラの木の下でお茶がいい、お城からの素体像はハートのトランプ。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、つい酒やったきたばかり、気の強い姉と賢い弟、行き場のリスに近かったけど、二人の夢は覚めないまま、不思議の国をさまよった。